皆様、重大発表が堀西からあります。はい、石くん。はい、それじゃあ、今日の、堀西ファンの皆様には堀西をご愛顧いただいて本当にありがとうございます。ありがとうございます。今回はですね、なんと、白、まあ、ノーマル辛口の赤に引き続いてですね、何が出るんですか。堀西の、まあ、新味、新商品をちょっと発表させていただきたいと思います。マジで。はい、じゃあもう出しましょうかね。何が出てくるんでしょう。こちら、え、金、金の実 でプレミアム、なんか金やからそれっぽいやろ。何、金粉でも入れた。まあこの色やからね、やっぱみんなパッと見たら多分それを想像すると思うんだけど、金粉か、堀西の汗と涙が入ってるとか。今回は、なんと、まあプレミアムっていうことで、まあ高級食材をブレンドさせてもらって新味を作らせてもらいますが、まあ、その高級食材っていうのがね、お匂い嗅いでもらいましょうかね。何々、ちょっと外しますね。お、すごい匂い。すっごい、これ、え、すごい匂いする。なんか食欲めっちゃそそる匂いやけど、これがですね、なんと今回トリュフ、白トリュフを、ブレンドさせてもらって、トリュフの匂いなんと味を、作らせてもらいました。すごい高級食材。そう、いろいろ試行錯誤させてもらったんですけど、え、どれぐらい試行錯誤した。1年ぐらい。1年。ただまあ、あのノーマルの堀西にトリュフを入れただけじゃなしに、それに伴いいろいろ他の配合もまあちょっとブレンドを変えさせてもらってるんで、まあそんな簡単にトリュフを足したからできたっていうものではないんで。あれですよね、白トリュフソルトっていうのを配合しますね。白トリュフソルトっていうのを配合します。トリュフ丸々入れちゃうとすごいことになっちゃうんで。これね、トリュフに、これ金の堀西に合う料理ってどんな感じの料理か。まあ今言ったみたいに卵かけご飯、うん、あとはもうあれですね、まあ よく皆さん見るかもしれないですけど、もうパスタにこうトリュフをこう持ってるやつあれ、うん、あるまあ、ああいう、まあパスタ系、あとはチーズ系に一番マッチしますかね。ということは、要は何か焼くとか煮る前にかけるんではなくて、トリュフは火を通してしまうとやっぱ風味が飛んでしまうんで、まあ下味ではなくて出来上がった商品にかけて食べて楽しんでもらうのがベストですかね。なるほど、はい、やばい商品出てきましたね。はい、で今回ちょっとまだお値段はなんとも決まってないんでまだあれなんですけど、とりあえずまあ1万円誰も買わん幕開けにてトライアル的にちょっと販売させてもらえたらなとは思ってるので。で、あれですよね、結局まあそんなに食材トリュフが確保できないんで、数もちょっと限定なんですよね。そう、限定販売にはなると思います。はい、なのでぜひ皆さん発売されましたらお試しください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。